今年はシードということで、まあ、清水桜ヶ丘か東福岡ということなんですけど、まあ、どちらもいいチームと聞いているので、まあ、非常に楽しみな組み合わせだと思います。まあ、全体通してこう全員でハードワークするところだったり、まあ、決めるべきところで決めるというところが、まあ、はっきり出た予選だったかなと思うので、まあ、しっかりと決めて自分たちの守備を整えて守るという意味では非常に成長できた神奈川予選だったかなというふうに思います。まあ、インターハイ予選直前に帰ってきて、まあ、チームの状況はどんな感じなのかなというふうに戻ってきたんですけど、まあ、非常にいい雰囲気で練習もしていきましたし、予選の試合一つ一つ勝ち進んでいくにつれてチームのこうチーム力というか、そこの成長というのはすごい見られました。まあ、去年の悔しさ、そして今年のチームの良さを生かしてしっかりと一戦一勝で、全国制覇を目指して頑張りたいと思います。小さい頃から憧れてた高校サッカーっていう舞台で東福岡とかそういう名前のある高校とやれるっていう、清水桜ヶ丘さんもそうですけどではやれるっていうのはすごい光栄なことだと思いますし、そういうチームを倒して日本一になろうと思ってやってきてるんで、まあ組み合わせ的には全然嬉しかったです。いっぱい名前のある選手も出ますけど、そういう選手にこそ負けないっていうか、名前のある選手に勝つことによって自分の評価も上がると思うんで、どんな相手にも絶対負けない で自分の特徴であるヘディングでゴールを取れたらなと思います。まあ、ゴールキックとかは、まあ、ヘディング跳ね返す部分は絶対にどんな相手でも負けないっていう自信を持ってますし、まあ、あとはビルドアップの面でもセンターバックの中では足元の技術がある方だとは自分では思ってるんで、そういうところを活かしながらチームの攻撃の流れを作りながら自分でも点が取れるような選手になりたいです。自分がこの高校に入ってくるときに立てた目標の一つとして、日本一にこの3年間で必ず1回なるっていう、このエンブレムに星をつけるっていうのが自分の目標だったんで、日本一っていうのをもう明確な目標として必ず達成できるようにやっていきたいなと思います。東福岡と清水桜ヶ丘の勝者ということで、やっぱり試合数が少ないっていうのをどう捉えるかっていうので、やっぱり相手は勢い乗ってるっていうんで、まあ、そういうところを自分たちが、まあ、叩き潰せばいいかなっていうふうに思います。スピードのやつとドリブルと、まあ、力強さっていうところで、まあ、しっかりアシストとゴールを量産するって言ってます。3年生中心に、まあ、みんなで協力して自分たちのサッカーやろうっていうことで、まあ、一人一人みんなプレーもすごい伸び伸びできてるんで、まあ、そういうところがやっぱ自分中心に、まあ、順と協力して東光学園引っ張って優勝に導きたいです。昨年の選手権も、まあ、今回のインターハイも、まあ、いいところに入れて、まあ、スタートダッシュが切れればいい大会になるんじゃないかなと。季節のこの大会っていうのは、自分たちの中にも敵がいて、やはり70分ですけれど、この連戦の中でどうこう踏ん張れるか、どう一歩踏み出せるかっていうのが一つゲームを分けるポイントとチームが成長するポイントになってくるんじゃないかなとは思ってます。メンタルでゲームを左右、してしまうことが、まあ、ここの半年よくあるので、やっぱそういった部分でやっぱ強い気持ちでゲームに臨むことと、それをどれだけ継続できるかが、まあ、勝利のポイントになってくるんじゃないかなと思ってます。今年もなんですけれど、やっぱり全員で、守備をしてですね、やっぱりこう理想はやっぱりうのゼロですけど、やっぱり、失点をしないようにゲームを我慢強く進めていきながら、相手を刺すっていうところが、まあ、うちのやり方ですので、まずは連続失点や大量失点しないようにしっかりとした守備から、っていうことをですね、意識してやっていきたいと思ってます。大会を通じて成長するシーン、それから試合ごとに成長する選手、まあ、こういったところでチームがタフになって次の大きな大会につなげていければなというふうに考えています。東光学園優勝するぞ。うおー